韓国代表、アジア杯で内紛か？師匠ソン・フンミンが右手の指を脱臼、イガン・インら若手選手とも見合いに、今年1月から2月に開催されたアジア杯の最中に韓国代表に内紛があり、師匠のミッドフィルダーソン・フンミンが負傷に繋がったと A 氏さんなどが13日に報じた。ヨルダン2-2で敗れた6日の準決勝前日の夕食時にミッドフィルダーイガン・インら一部若手が卓球をするために早く切り上げようとしたため、食事の機会を団結を深める場として考えるソン・フンミンが戻って着席するよう注意。そこで若手側から礼を書いた発言があって選手同士が揉み合いになり、仲裁に入ったソンが右手の人差し指と中指を脱臼したという。翌日のヨルダン戦でソン・フンミンは負傷した2本の指をテーピングで束ねてプレー。フル出場したもののシュートを放つことさえできず、同じく最後までプレーしたイガン・インも不発で敗れた。韓国紙中央日報によれば、韓国サッカー協会関係者は報道はほぼ事実と認めているという。また、韓国メディアのイデイリーは単純ないさかいではなく、殴り合いまであったことが確認されたと伝えている。連合ニュースなど複数の報道によると、イガン・インとソルヨン、ジョンウヨンなど代表チームの若手たちが、夕食を早く終えた後、卓球をしに行った。他の選手たちが食事をしている時に、イガン・インなどが大声で卓球に興じていたので、これはダメだと思ったソン・フンミンが制止に乗り出した。しかし、若い選手たちが言うことを聞かないので、他の先輩選手が苦言を呈すと、イガン・インがこれに反発。激怒したソン・フンミンに対し、イガン・インが拳を振り回した。幸い、ソン・フンミンは拳を避けたが、その後も争いは収まらず、他の選手たちが二人を離す過程で、ソン・フンミンが指を負傷した。と報じている。スポーツソウル紙は一部ベテラン選手がヨルダン戦の前にイガン・インをメンバーから外すようクリンスマン監督に要求していたと報道。64年ぶりのアジア杯制覇を逃した影には深刻な亀裂があったようだ。戦術とかで言い合いじゃないのかよ。まあソン・フンミンは過去の人だよ。それに韓国の王道選手じゃないし。指を脱臼するほどの言い合いってなんぞ。胸ぐら掴んでる時に弾き飛ばされたとかかな。最近の韓国サッカーの不振はソンをチームに入れないといけない縛りのせいだと思うわ。脱臼がやりたいんだよー。脱臼で激しい掴み合いしないとならんだろ。韓国サッカー界のレジェンド相手に何やってんだ。何をどうやったら言い合いで指が脱臼するんだ。ソン・フンミンがイガン・インが言い合いになる矢印、ソン・フンミンが胸ぐらを掴む矢印、イガン・インが無理やり振りほどこうとする矢印、掴んでいたソン・フンミンの中指だけが服に引っかかり引っ張られる矢印、脱臼じゃね。ちゃんと解説すると、サウジアラビア戦まではソン・フンミンが下ディフェンダー側に降りてきてボールをもらってたんだけど、多分疲労が溜まったせいで、オーストラリア戦では下に降りる動きを全く見せずに、中盤はイガン・インだけが支えになってた。そのせいでチャンスが作れず、ゴールを脅かすことができなくなってた。3の記事だからどこから本当よ？って感じだけど、ガン・インって短期すぎてすぐ切れるからバレンシア出ていくとき、チームはほっとしたって話あるくらいやし、アジア杯前の親善試合でイラク選手と乱闘寸前にもなってるから、ありえそうな話やん。次のワールドカップでは、さらに試合数が増えるらしいからな。おじいちゃんになったソン・フンミンをみんなで介護できるチームにしないといけないね。ガン・インの方が得点力あるってのが笑うしかない。というか、韓国はフォワード機能してないんだよ。ということはビルドアップ段階で問題抱えてるってことだわな。そこに来て守備の脆さも抱えてる。これは全体的に力が足りてないだけなんで、手の打ちようがないという。ネイバーで適当に記事見たが、サッカー協会も揉め事があったのは事実と認めてるみたいだな。コメント欄見ると韓国での人気の差なのか、儒教社会の影響が大きいのか、イガン・インが叩かれてるコメントが圧倒的に多く、ソン・フンミンを批判するコメントは目につかない。選手批判より多いのがやはり監督叩き、サッカー協会叩きのコメントで、協会が責任逃れするために選手の方に負けた責任があると目をそらそうとしてるというコメントもあった。ソンって代表で活躍してるイメージがないな。アジアカップ上田以下の得点数だろ。アホみたいに試合で続けてたのに、
上田は4得点 PK などなしで孫は3得点 PK で2点、フリーキックで1点。まあ孫が機能してないのは確かだな。セットプレイで得点してるのは現状日本からしたら羨ましい限りだな。でも流れの中から悪いなのか。代表でもクラブでも孫ってオンプレイ中はカカシと変わらんからね。サッカーの話で揉めたんじゃなくて卓球したくて早飯した若手を注意して揉め事になってなぜか怪我をしたと。何かに当たって殴ったのだろうがそこまでしないといけないのかよ。そもそも韓国は間違ってた儒教からの上下関係があるのに外国で育った奴らで喧嘩とかわからん。孫と顔面がこじれたらもう韓国崩壊やん。孫は代表引退ほのめかしてるしどうすんだろうな。孫フンミンってチームタイトルがアジア大会の1個だけだしな。孫ベテランの俺が思うに優勝するために必要なのは、若手あんた優勝したの1回だけじゃん。しかもアジア大会ゲラゲラ。そんなんだと貴様、この可能性が高いのが。より正確にはアジア競技会、だね。ところで韓国代表さんはいつになったら、アジアカップ優勝するの？もう64年も優勝から遠ざかってるようですが。これは傑作だな。この話からすると孫は何が何でもアジアカップ優勝したかったということだろう。代表でのタイトルが欲しかった。ワールドカップは現実的じゃなさすぎるし次のワールドカップではすでに老害扱いされているかもしれないからな。対して若者連中はまだまだ先があるので意識の違いがあった。若者たちからすると何そんなにマジになってんだよジジイ、といった感じで小競り合いになったという感じか。つまり口だけの言い合いじゃなくて手が出たということだろ？笑い。そんなことあるのかよ。孫中心の代表から胃が乗っ取り始めてるということかもな。こんなんじゃ、韓国だってワールドカップ予選も危ういな。日本はなんだかんだでギリギリ大丈夫だと思うけど。日本は起用と選出方法を変えるだけで対処可能だしな。今回言われていたゴールキーパーとディフェンダーは、五輪との兼ね合いで経験積ませる目的がありそうだし。激怒した孫フンミンに対し、イガンインが拳を振り回した。イガンインならあり得ると思ってはいたけど、本当に拳を振るったとはちょっと驚いた。日本で考えたら大谷翔平に佐々木朗希が殴りかかったようなもんで、大騒ぎになってるんじゃないか。まあ、こんな内紛をしているから韓国は敗退したんだな。普通に暴行罪なのはロタ。やられた方が訴えたらアウト。イガンインは代表に限らず普段から切れる場面多くね。国内サッカーファンの反応、韓国内部だいぶボロボロだったんだな。日本で例えると、イラン戦前日に卓球したくて先に席を立った久保遠藤が抑えようとして口論になって、遠藤が指脱臼したんだ。普通に内紛状態じゃないか。そりゃまともに試合できねえな。おいおい、儒教の考えはどうしたんだ。年上は敬うって聞いたぞ。フンミン悲しいなぁ。孫ってキム・ミンジェとかやり合ってたけど他の韓国人と考え方が合わないのかな。孫フンミンは小学校と中学校ではサッカー部に所属せず、父が運営するサッカースクールで父から直接指導を受けるという韓国では珍しい経歴を持っていた。父の運順は韓国では主流の結果重視の指導とは異なり、試合の勝敗にはこだわらずにパスやドリブル、リフティング、両足練習などの基本的な動きを集中的に身につけさせる指導を行っていた。小中サッカー部に所属してないから韓国式のしきたりやら上下関係がわからず、縛られてないのかもな。ガンインはもともと性格的に荒れなイメージだわな。バレンシア時代から。そこを落ち着いたのかと勝手に思ってたけどそんなことなかった。孫フンミンが HSV 時代、練習中に揉めてライコビッチとブルガイアルスラーンをハイキックで KO した事件とか、そろそろ知らない人いても不思議はないな。孫はサッカー界にある学罰とか地域罰の外側の人なんだろう。昔から J クラブに韓国トリオがいるとその中で年功序列でヒエラルキーができるのはあるあるだって言われてたな。レイソルとかセレッソとか。韓国って日本並みに上下関係厳しい国だし若手が年上に向かって露骨に喧嘩するなんてことがあるのかな。日本だとまず考えられないけど韓国も変わったな。両者とも思春期から海外生活だしな。この動画がいいと思ったらチャンネル登録いいねお願いいたします。コメントも大変励みになります。